文字式の計算の話を続けていきます。ま、でもちょっとその前に、また10円玉と1円玉の話をしうか。え、全然また話しちゃおうやんと思うかもしれんけど、え、結構これは関係があるんです。ここに、武蔵さんという人がいました。まあ、武蔵という名前にもかかわらず、こう、棒のような体をしててね。武蔵さんは、え、リりネ全部で、え、32円持ってましたよと。信じられない話です。 32円しか持っていません、武蔵さん。え、そこに小次郎さんがやってきました。ま、小次郎さんは、細くてもいい感じかな。武蔵さんはちょっとごつい感じするね。小次郎さんはいくら持っていたかっていうと、21円持ってました。あ、1円は赤いね。21円持っていましたよと。そしたら、ま、この二人、一緒に暮らしていくことにしたよ。なぜか知らんけど。ってことは、この二人のお金。 今時珍しいかもしれないけどこの2人のお金を合わせて家の財産としようという話になりましたそしたらこれはいくらになるめっちゃ簡単やね10円5枚と1円が3つなのでこれ合わせたら32円と21円で53円になりますよとこれと一緒です今からやる文字式の計算ですこれをちょうどそのまんま10円の方を a にして考えてみようか 1> 1円の方を B にして考えますもともと2人はそれぞれいくら持っていたかっていうと10円が3枚1円が2枚なので A が3つと B が2つあったわけねこれが武蔵さんが持っていたものですこれにこれもともと持っていたので格好をつけときましょうこれに小次郎さんはいくら持っていたかっていうと10円が2枚と1円が1枚ねなのでね A ががつつと B が1つです。これを合わせるってことやなそしたらどうなるかって言うとこれはそのまんま足せばいい話なのでえっとこっちの下に書こうかカッコはそのまま外せるんやねこの前のカッコはもちろんそのまんま外せるんやけどプラスのカッコちょっとなぞりましたこれはそのまま外しちゃってもいいんですつまり 3A プラス 2B プラス 2A プラス B ってこと。そしたらもう、さっきやってた計算の練習問題と一緒やな。A は A 同士、B は B 同士、同類項をまとめて足し算をしてください。3たすには5です。5A ですよと。B は 3B ですよと。o k ま y なので53。5A プラス 3B になるんやね。本ならじゃあ、 これがもし引き算やっ,ったらどうなるか。引き算やったらどうなるかってことです。ま、つまり、武蔵さんと小次郎さん、もう一緒に暮らそう言っていたんやけど、喧嘩したよね、やっぱり。宿命のライバルです。で、この小次郎さんが自分の持っていたお金分、21円分、武蔵さんから奪いました。つまり、10円3つ、1円2つ、32円から10円2つ、1円1つを引いた場合、 引いた場合はどうなるかってことだよね。これはいくらになるかって言ったら三十2引く二十一は十一円になるやな。これを式にしてみよう。ちょっとこれ残しておきたいので、これを式にするとどうなるかっていうと、もともと武蔵さんが持っていたのは十円が三つ、つまり A が三つと B が二つなので三 a プラス二 b ですよ。 だから、小次郎さんの分を引くんやね。えっと、10円2つ、1円1つなので、2a と b です。2a プラス b。このよういう風に、マイナス括弧の計算をするときっていうのは、これをそのまま引かなあかんので、この括弧を外したらどうなるのかっていうと、こうせなあかんってことやね。引く 2a。 こっちらも引く B にするってことなんです。ここが大事なとこやね。マイナス括弧の時はそのまま外すとこれ、マイナス 2A プラス B になっちゃうけど、マイナス括弧の時はこれ全部を引くってことなのです、それぞれにマイナスがかかってきます。この中身の符号が変わるんやね。大丈夫まあこれは別の考え方としては、 ま、これ別の考え方としては分配法則でマイナス1がかけられているっていうふうに考えることもできるんやけどさっきの例で考えたらわかりやすいな。な32円から21円引こうと思ったら10円の方も1円の方も両方とも引かないともちろんいけないのでどっちらも引く引くになりますよとマイナスカッコの時はカッコの中身の符号が両方とも変わります そしたらもうあとは計算をすればいいだけです。3A プラス 2B 引く 2A 引く B。A は A 同士です。B は B 同士で計算をするので、3A 引く 2A で 1A やね。これは1はいらんよと。A です。で、B はどうなるうかっていうと、2B 引く B なので b、2B 引く 1B やね。なので 1B になるから、またこれも B ですよと。これが答えになります。 このよういう風にして括弧が式の前についている時にはプラスの場合とマイナスの場合でちょっと扱いが違うねプラスの場合はそのまんま外して計算をしてくださいマイナスの場合はちょっとしつこいかもしれんけどッコの中身の符号を両方とも変えて計算をしてください